誰かいないの？おお、そうだったっけ。変身だぞ。こんなサイヤ人の力が。そうか、ご飯って大猿になってピッコロと戦うんだ。いや、どうやって戦えばいいのかこれ。うわー、すげえ一撃が重い。うわ、まずやられるぞ。ああ、なんとかやっつけたか。地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。
空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。なんだおみわは。ん？いや、見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだな。いや、あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことは、もしかしておみわが悟空の息子きゃ。うん、僕、孫悟空。ほんでは、やんじろべ。悟空のやつとは、腐れみてなもんだな。いや、心に目つけられるとは、おみゃーも大変だな。や、いやな、俺もうブルマからよ、孫くんの息子がさらわれて大変なのよ、助けてあげなさいよ、なんてガミガミ言われてまってよ、助けに来たってわけだや。でも迷ってまってな、全然おみゃが見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみゃさんラッキーだったな。や、うん、ここじゃ飯にも困るだがや。ええ、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな、俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう。そりゃそうだ、お宮を連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ、狩りのコツはちゃんと教えるでよ。そんじゃ早速実践だや。おみゃには言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。鹿なんだね、恐竜じゃねえのか。鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。お、鹿発見。奥にいるね、結構いるな。お、捕まえられた。一匹捕まえたよね今。あ、ある程度近づけばでも捕まえられるね。これなら大丈夫だわ、おめえなら一人でも生きていける。うん、帰っちゃうの？これでもよ、今神様のとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど、早く帰りたいよ。